それではよろししくお願いいたします昨今はグローバル化が進みまして私たちの日常の生活でも国際化を意識せざるを得ないようなシーンがよくあるんですけれどもまずですね和歌山県の国際化について知事のお考えからお聞かせいただけますか 我々はものを作ってますね。はい、で、そのものをあの売るわけですけれども、それがどのぐらいの層の人たちにどういうふうに売れるかっていうのは、まあ我々としては戦略があるでしょ。はい、で、その戦略で日本だけを考えたら人口一億二千万人。で、海外行くと人口は六十億とか七十億いるわけですよね。<laughs> そ,うねそうすると、うん、市場は大きいと考えた方がいいということですよね。<ー>そ,れそれから。 あの観光客でこれはもう和歌山に来てほしいと思ってるわけだけどその、えー、いろんな国がどんどん発展してるからそれぞれの,その好みのところにね訴えかけたら「ああそれ行きましょう」って言ってたくさんの人が来てくれるかもしれませんね。こ、えー、これはもう日本だだけけににわわってるよりはるかにいいるるよよりかですよ、はい、でそういうことを全部こう見ながらあのいろんな活動をしていかないといけない。 そんな中、はいえー、やはり国際化というと姉妹都市提携ということをお伺いで、ね、かるんですが、ねはい、和歌山県が結んでいる姉妹都市というのはどのくらいあるんでしょうかはい、はい、これはねあのそんなにたくさんありませんで、はい、中国の山東省、はいえー、それからあのアメリカのねフロリダ州とかね、はい、そういうところとあの姉妹都市関係をまあ結んでいるんですこれはずっと昔からねはい えそれではですね、はい、その、えー、姉妹都市との具体的な交流についてなんですが、教えていただけますか。あのここまあちょっと中国の三島省が出てますね。はい、三島省っていうのは我々はもう二十数年間、えー、姉妹都市交流をしているんです。はい、それで、えー、私が町になって平成十九年なんですけれども、はい、交流関係を発展させようということであのこの調印をしてきたんです、ね。はい、でその。 やっぱり主眼は三省は今郊外に苦しんでるんで、うん、でそんならば我々がその克服してきたそういうノウハウを教えて差し上げてあ、はい、それであの向こうの方の環境が良くなるようにしたらいいよねというのがまあ一つの目的なんです、はい、もう一つはあの例えば売り買いがもっと盛んになればいいんで、うん、商業的な交流日本一に出させてもらったり、うんはい、そういうようなことを大いにやってますね。三省はなんかあの 古くからのお付き合いなので、なんとなく親しみも感じます。はい、その他にいかがでしょうか。はい、これはそれはね、次はフロリダ州です。アメリカですね。はい、で、そこをえあの久しぶりに行ってですね、それでオレンジパートナーシップ協定というのを結んできました。はい、はいえー。そのみかんつながりでね、ええ、お互いに頑張ろうじゃないかということなんですね。なるほど。あの今そのこの協定をあのテコにして、はい、えー。うちの職員なんかがね。 ものを売りに行ったり、あるいはあの向こうから頼まれたらこちらで便宜を図ってあげたり、はい、まあそういう,ようなことを今一生懸命やってます。はい。えー、その他にそれから、はい、その他はですね、これはちょっとあの姉妹都市ということではないんですけれども、えー、スペインのガリシア州と、えー、姉妹同関係を結んです。ああ世界遺産の中で道、はい、の世界遺産というのは世界に二しかないんですね。えー、で一つはあの我が えー、熊野古道ですねえそうですねあるいはあの高野山への参詣道もそうだと言ってもいいかもしれません,んそれからガリシア州の方は、はい、その真ん中に、えー、サンティアゴでコンポステーラというもうヨーロッパを代表するようなこの写真にある大聖堂があるそこへ向けてですね、えー、ヨーロッパ中から巡礼の道があるでその巡礼の道を世界遺産になってまして、えー でで道の世界遺産なながりなんですねあなるほどそれで、はい、スペインもね所得の高い4,000万人の,あの人口のあるところですから、はいえー、このガリシア州をあの根拠にしてどんどん伸ばしていく、はい、それからガリシア州は我が熊の孤独を宣伝する時にあのやっぱり世界遺産ですから、はい、これのファンが結構多い 世界中にいるんです。えー、で、その人たちにこっちにもあるぞと。い,はい。いうことをアピールするには、大変いいんです、ね。そうですね、はい。それからですね。はい、あの、これは、あの、その他。経済活性化を目的とした。覚書を香港の、はいえー。貿易発展局。これは政府の組織ですけれども。えーはい、日本でいうと、ジェトロと。それから、日本一協会を合わせたようなもんです。えー、で、そういうところと、あの、覚書を結んで。 それでお互いにあの協力し合いましょう。はい。それからね。はい。あのこれもあの姉妹都市とかなんとかいいんじゃないんですけど、ええ、インドのマハラシュトラ州というのと、えええー、つい最近覚え焼きをおあの締結してきました。はい。実はこのマハラシュトラ州というのは、ええ、ものすごい州でして、ええ、あの一億二千万人 <laughs> いるわけですよ。その州にだけで。<laughs> <に>はい。それから実は。 あの産業の中心地であるんですね、はい、インドを切ってのね、はいえー、さらにね、はい、このエローラセックス群ってこれすごいんですこれ岩を切り下げてね、はいえー、こういうあの岩の建築物を作ってるんですけど、えー、まあすごい世界遺産ですねこれも世界遺産センター同士でね、えー、交流をしようとかね、はいえー、それからまあ,あのお互いの偉人なんかを検証しようとか、はい、まあいろいろと夢は膨らんでいくわけです でめったにこういう覚書なんかを彫刻団体で同士で、えー、あの交わすってことはインドではないんですけどね、はい、いろんな人が助けてくださって、えー、それであのこの覚書締結に至ったということです。 あの国際交流というと歴史での国際交流もあるんですが和歌山の場合はやはりトルコを思い浮かべそうですよもう何といってもね、はい、あのちょっとトルコをお見せいたしますというのはトルコにおける日本年でであったんで,す、はいで、これはあの120年前に、えー、エルトルルゴ事件が起こっていると、はい、いうことが背景にあったと思うんですが、えー、いろんな催しがトルコにおいて行われました。はい、それで和歌山あ県の 串本町とか住民の方とかね、えー、トルコに行きました、はい、で今ねあのこのエルトゥル号の映画を作ろうと今有名なね利休に訪ねようと、はい、田中監督を押し、はい、立てて作ろうという話がずっと前からあるんです、えー、でなかなかねやっぱり不況でお金を集めるの難しかったんですけどあの実はトルコに安倍,安倍総理が二、えー、度ん度行かれましたね、はい、でその時に まあ、あの世耕副長官がね、はい、いろいろ配慮してくださったと思いますけれども映画をねあの作ろうと言ってあの向こうの首相にも言ってくれたしそれからあの一緒に行った日本の財界人の人たちにも言ってくれたんですね。うん、でちょっとねこれ動きが出てきてね前へ進むんじゃないかと期待しますね。これは楽ししみでですすね,ね素晴ららい話かそれからもう一つ素晴らしい話としてはね、はいはい これはあのデンマークとの関係があるんです。はい、で、これはあの、実は。あのフレディックスハウンという。そのクヌッセンさん。が生まれた。ところ。に。行ってきた時の話なんです。はい、まあ、戦後間もない頃に。あのクヌッセンさんがですね、乗っている。あのデンマークの船が。紀伊水道で嵐にあって。そこに。あの。徳島県の漁船が。通りかかって。えー、それが、あの。 沈沈没没ししちちゃゃっったんですね沈没っていうか、はい、まあ炎上それでその時にあの助けに行こうとしてあの絹千さんがあの亡くなられたんですよで。それはものすごく立派な話だと荒、うん、れ海に飛び込んだわけですからね、はい、それで美浜町それから日高町の方々がそ,のそれをあの非常に立派だとして、うん、あ,のあの丘の上日の岬の丘の上にね、えー、その 慰霊碑ををてててずっと祭りをしてるわけそういうことをあのやっぱりあの我々も発信していけば、えー、例えば、えー、この間2002年に、えー、ワールドカップ、えーはいね、日韓ワールドカップがありましたサッ,カー、ね、サッカーのねでその時にデンマークチーム、はい、キャンプ地に和歌山を選んでくださったんですよね、はい、そこからまた交流の方がまた広がってるんです。えー 歴史もあったということで、関係は深まっているわけですね。はいはい、それから、あの歴史を紐解いてみますと、和歌山県から海外に移住する方っていうのとても多くて。はい、その海外で各地で活躍されていますよね。戦前も戦後も。はい。あの、えー、海外に移住して、そこで活躍しておられる方が、和歌山県出身の方で、ずいぶん多いんですよね。ええ、それで、今はものすごい成功している人もいるんですよ。そうで,すで、その人たちは、やっぱり。 その地域地域れでその県人会活動の一環として、まあ、何年間に1回ちょっと和歌山からあの知事でも来てね、えー、それであの皆さんと喋ってくださいよとかあるいは和歌山の近況を喋ってくださいよとうこういうような話がねるあるんですね。はい、でこれはその時の、まあ、一つの例なんですけどアメリカのロサンゼルスでですね えー、南下県人会、えー、南下ってのはカルフォルニアって言うんですね、はいはい、和歌山県人会の100周年記念が、えー、行われた時のこれは写真なんですね。えー、で、えー、一方5年に一遍ですね、えー、あの知事が行ってるんですけどブラジルの和歌山県人会の,あの、えー、創立、えー、これは55周年の時で私初めて行った時なんですが、えー、来年60周年なんですよね。 えまた、ですね、はい、和歌山県では未来を担、ね、うこれからの若者たちへ国際的な感覚を持ってもらうとはい、はい、う、ね、取り組みもされてます、ね、えこれはあの、えー、青少年交流を、ねはい、結構今やっているんです。はいで あの相手と仲良しであるということも大事だけどももう一つはちょっと私の方でいろいろ心配してるのはあの例えば治安があんまりよくないところそういうところは大事なお子さんをね出してとんでもないことになったら困るんでそこは安心なところを選んで出してるんですね。でえあのスペイン・ガリシア州毎年15人とか十数人あの行ったり来たりしてます。それれからもう一つははですねこれはあの 私がですね、はい、あの不妊をしておった、はい、ブルネーなんです。ブルネー。これは英語国ですね。はい、でしかも、治安はものすごいんです。ですから、まあ、安心だし、えー、あの、皆さん。日本の子供たちはね、これホームステイをするんです。あはい、で、それから、和歌山に来た時も、はいはい、あの。今度はホームステイで、あの、和歌山の方々にお世話になっているわけです。はい、で、そういう方にも、ぜひね、これ、あの。 お礼を申し上げたいなと思いますね。すねご協力いただいているわけです。はい。でまた一方ですね、はいえー。輸出や外国人観光客の誘客など、はいはい、海外からこう富をこちらに持ってきたいということもあるかと思うんですけれども、具体的にはどういった取り組みをやっていらっしゃいますか。やっぱりあの二つあると思うんですね。はい、で一つはあの和歌山の産品を あの打ったり、はいでまあ、一部ねあの、えー、例えばあの海外進出してでそこで、まあ、あの頑張ってそれで全体として大きくしていくという戦略もあると思うんですが、まあはい、基本的には輸出がいいと思うんですよね。そ、はい、そういうい話とそれから 海外にたくさん、ね、さっき申し上げましたような、はい、こうどん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 増えてくる観光客潜在的観光客層ですね、はい、でこういう人たちにね和歌山に来ていただいて楽しんでいただいて、えー、まあできることならお金を落としていただくと、はい、そうこういうことによってこっちの産業は大きくなると、えー、まあこういう2つの目的があると思うんですね。はい、で、えー、そのまずその例えばどんなことがあるかなというと、はい、これはあの。 えー、シンガポールなんです、はいでえー、シンガポールへ行って、えー、私があの、えー、トッププロモーションなんかをやった時なんですけど一つはあの向こうの百貨店でえ<っ>和歌山あ物産販売をねえ<っ>あのプロモーションをやってもらったんでそれを見に行った時と、はい、それからあの えー、観光のエージェントの人たちなんかを「うん」と呼んでね、はいえー、こういういいとこですからぜひおいでくださいというようなことをやってるというところですね。えーはい、で同じようなことは、はい、これはオーストラリアのケースなんですけど、はい、これあの写真が出てるのは総領事皇帝なんですよ。はい、であの,シドーのねその総領事館のお付き合いのある名士の方々なんていますね。えー、でそういうい方々を 総領事の方で呼んでいただいて我々が材料を持っていってで PR をするとそうするとそういう影響力のある人多いからちょっといいんじゃないかでこれはタイですねでタイもやっぱり食品事業者観光事業者へのトッププロモーションの説明してますね私それから国営放送がインタビューに来てくれたんで大いに PR をして頂いて。 さまざまな知事のトップセールスっていうのを行っていらっしゃるわけなんですが、あの成果というのはそうですね。はい、あの観光業に関してはね、何、えー、と言ってもエージェント、それからあのマスコミ、はい、そういうところがターゲットなんですね。はい。例えば、えー、香港、えー、全国に外国人が来ている割合がありますね。はい、和歌山県に関しては香港の割合はすごい高いです。はい。でこれは そエンさんというね、えー、EGL という会社があるんですが、はい、その社長さんこれは和歌山県の観光大使あそうなんですね <laughs> こういう関係ででまあ職員なんかもどんどん行ってうん、うん、新しい材料を持っていったらそれを観光プランにしてくれる,あるどでどんどん送り込んでくれる、はい、まあこういう関係で随分うまくいってますよね。あ<ー>でそういう同じような関係を、まあ、香港ほどはまだうまくいってないんだけど。うん 台湾とか、ねはい、中国とか韓国とか、はい、それからあのヨーロッパアメリカ、えー、オーストラリアさらにね最近東南アジアですね、はいえー、これの旅行者がガーッと増えてる、はい、でさらにまあちょっと後で多分インドが来ると思ってるんですよね。それからあの物販の方、はいえー、販売促進の方は一番の眼目は私は見本市だと思ってます。 で日本一でたくさんバイヤーが集まってくるところへ行って、はい、それで、えー、そこであの和歌山の業者さんなんかが出店をしてそれでアピールするうんでそういうことによってねだけど、えー、それだけに頼るわけにもいかんのでうん場合によっては向こうでもう分かっている有力バイヤーがバイヤーになりそうな人。 えー、流通業者の人<ー>でこれを和歌山に連れてきて、はい、で和歌山の大勢の人がらワーッとアピールして、えー、でその中でこう選んでもらうというようなこともやりますね。えー、最近は県職員の皆さんもこれねセールスに絡んですね。トップセールスってよく世の中で言うでしょう。はい、であれそれだけだとほとんど聞きません。はい、<laughs> あの私はよく分かってるわけです。はい、それでそれはなぜじゃあ行くかというと道をつけるために行くんです。あ で道をつけてそのトップ同士もまあそれでいいやということになったら下の人なんかも動きやすいからそういう時にそれをフォローアップするようなその2の矢3の矢どころの二20の矢30の矢が必要なんですね。そういういことなんですでそれをじゃあできる人が和歌山県にいるかというと今は随分増えてきたんですね、はい。 もういろんな工夫をしてね JAZLO とか外務省とか国際、ええ、自治体国際化センターとか、ええとこういっぱい使って、ええええ、それであの養成をしてきたわけですよ、はあ、いやこれから楽しみですしこれまでの取り組みが今それが今度は、はい、あのなんて言いますかねあの民間の方の何て言うかその産業振興にうまく結びついて初めて万歳になるんですけど。 そうですね、まだそれはちょぼちょぼでしょうね。多分ね、あの、はい、ええ四十七都道府県の中ではかなりいいレベルで、はい、いろんなあのこうオリエンテーションと言いますかね、えー、あのこうこっちどうですかとか、これこれこういう機会ありますよというのをはい、こういう作るのは和歌山県今とても上手だと思うんですよ。はい、でそういうのにバッと乗っていただいて、そうと自分もコストはかかりますよ。えー、だけどそういうのにうまく乗っていただいて。 がッと頑張っていただくと、あの、全然未来は明るいと思うんですけどね。どまあ、あの、県民の皆さんにぜひ積極的に参加してくださいと言いたいなと思っております。えーはい、はい。どうぞよろしくし。わかりました。どうもありがとうございました。